どうも、エルカビです。お願いします。お願いします。なんか今大変みたいだね。何がですか？あの、ラビットの山添さん。あの、唐揚げツンツン男？いや、おでんツンツン男みたいなあだ名つけんな、お前。ラビットって番組で、韓国ロケ行って、で、なんか屋台ね、唐揚げの屋台の売り物の唐揚げにね、なんかこう、お金払ってないのに、なんか使用済みの爪楊枝をこう刺して、いきなり食べるってボケをしたら、迷惑系 YouTuber とやってること一緒だって絶賛炎上してんだよ、お前、本当に。なるほどね。もともとヒールのキャラでやってたから、これ大変なんだよ、今、本当。まあ、山添さん笑うと悪魔みたいな顔してるからな。こういう顔で笑うだけだろ、お前。こういう顔で笑うだけだろ、お前、これ。俺なんかひな壇にいるとき MC に死神取り継いだのかなと思ったからいつも本当にねえ違いますよこれ山添さんがこういうことになっちゃったから炎上するから、今後ね今まで通り仕事できるか今大変な時なんだよ。いやいやそんなの簡単ですよ。なんで簡単簡単、介護の仕事すればいいんですよ。それあの不祥事を起こした芸能人が、手っ取り早くイメージアップのためにとりあえずつく仕事、いや誰がわかんだよお前。九州北海道行けばいいんですよ。こんな言い方あるか。介護の仕事ついてる人いつも怒るだろあの時ネットで。確かにね、私たちの仕事はそんなに簡単ですかってそれ言うよお前。まあ、失礼だ。みんな怒ってんだよ、お前。ノリピーがさ最近インタビューとか受けるときネットのコメントなんて書いたか知ってる？何でもいいけどお前介護の学校はどうなったんだっつって、ノリピーのインタビュー見に行って介護のことを覚えててそれを書き込んでる。俺あいつらのがサイバーノリピーって呼んでる。どっちかっつったら本当に、あ、そうです。あいつらのがサイバーノリピーって呼んでる本当に。どうでもいいんですそんな話。いいこれね、じゃあ介護の仕事ついてる人怒ってんのこういうのに大体。安藤夏も怒ってるんじゃないですかね。安藤夏人に怒ってる一回も見たことねえんだよ。番組で一回だけ見たことあんの。なんかジャニーズ系のタレントにちょっと失礼ボケされたときに、おい。ジャニーズ！あの、事務所で怒るっていうか、それだけかな。長い付き合いで怒ったのみたいなのは。一回敵にすると大きいの行く。いやいや、それ大きいの。いやいや、そんな深い意味はないと思います。どうも、ありがとうございました。